皆さん、自民党のその緊急事態条項に関する条項ってご覧になったことがあるかと思いますが、今ちょっと読み上げてみますと、内閣総理大臣はですね、主語は内閣総理大臣で、我が国に対する外部からの武力攻撃、とかですね、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害、その他、いろいろ例は挙がってます、法律で定める緊急事態、ですから、どういう場合に、発動できるかというのは法律で決めますですね。でそれで特に必要があると認めるときは、これは認めるのは内閣総理大臣、内閣総理大臣が必要だと思ったら、閣議にかけて緊急事態の宣言を発するぞということが書いてある、ですから、どういう場合に、発動されそうなのかというのは、法律に丸投げしてあって、でかつ内閣総理大臣、首相が必要だと思ったら、閣議を経て緊急事態を宣言します。で緊急事態を宣言すると、その効果結果どうなるかといいますと、閣議でそれ 内閣会議で、法律と同じ効力の政令を発することができる。ドイツのドライヤーさんが、これは必要性がどこにあるのかもわからないし、発動の要件も、甘すぎると、で、危険ですよねということをおっしゃってるのは、それはその通り、これは政治の回路を使って止めるしかない、で、少なくとも衆参同時選にならない限り、参議院では政権は変えられないですね、政権は変えられないんですけれども、参議院で多数を取れば、少なくとも安保法制の下では自衛隊を外に出すためには国会の同意が必要です。国会承認が必要で、国会の承認というのは両院の承認です。衆議院の承認もいるし、参議院の承認もいる。ですから参議院がダメって言ったら止まります、ですからこれは今度の参議院選挙でとても大事な選挙なんです。ですからこれもう選挙をなんとか止めるって言ってる人たちの数を増やさないといけないって ではこれは私時々こういうことを申し上げてるんですけれども、日本の現在の選挙制度、衆議院議員の選挙制度特にそうなんですけど、参議院議員 の選挙も1人区増えてきちゃって、1人区増えてきて、特にあるいはその衆議院 の小選挙区制なんか典型ですけれども、有権者の方々がですね、ご自分の真心のままにこの政党がいいんだとかですね、それと本当に当選するかどうかの見込みと無関係に真心のままに投票したりですね、あるいはその自分の支持している候補者がいないからとかって真心のままに棄権したりしていると、とんでもない選挙結果になりますので。そこはぐっとこらえて、真心はぐっとこらえて戦略、それこそ戦略的、さっきの中国の戦略的互恵関係と同じ、戦略的に自分 の当面達成しようと思う目的を実現するためには、この選挙ではこの人に入れないとねっていうことをよくよくお考えになって、投票していただくのがよろしいんじゃないかなというふうに思って